ボルガドニエプル航空は、ロシアのウリヤノフスクを、本拠地として、旅客、貨物輸送の定期便、チャーター便を運航する、航空会社。中でも、量産された、輸送機としては、世界最大の規模を誇るアントノフア1-124を使用した、特大貨物輸送はよく知られている。1990年8月に、アントノフ設計局、 アビアスタル TU ールシーチの三社による合資会社として設立され、1991年10月に運行を開始した。ロシアでは初めて、その前身にアエロフロートロシア航空が関わらない貨物航空会社である。イギリスのヘビーリフトとマーケティング協定を結び、国際貨物航空輸送に参入した。同社は11企業から構成される企業グループのうちの一社である。 グループ企業の中に、シャノン空港、シャールジャ国際空港における航空機整備会社を有する。2004年には定期貨物航空輸送を行う子会社として、エアブリッジカーゴを設立している。日本にも頻繁にチャーター便として、中部国際空港や関西国際空港に飛来している。2011年に発生した東日本大震災に際しては、 マイアミ大学から無償で提供された医療バスの輸送を無償で受け負った。仙台空港が津波による被害から復旧した後、初となる国際民間機として、アン -124 を用いて輸送した。2020年11月13日、アン -124 から100、機体記号、RA-82042 が、ノボシビルスクのトルマチェボ空港に緊急着陸する。 事故が発生、その影響で2020年12月現在案 -124 前期が一時運行停止中である。重量貨物の輸送が期間事業となっている。希望積み下ろしの様子チャーター例、編集ボルガドニエプル約ークルの約9-401996年9月には約、約9-40を運用して、モスクワとボルガ川流域の数都市との間の小規模な旅客輸送も開始した。 2020年現在仙台に震災後発の国際民間機ルスランが到着ボルガドニエプルアン -124 のボシビルスク緊急着陸で滑走路逸脱産経新聞2007年1月31日付自衛隊からマドンナまで世界最大の輸送機生産再開へによるヒストリーハットボルガドニエプルフリート747モデルサマリーありがとうございます